どうも皆さんこんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。なんかあれですね、不思議な感じがします。本当ですか。初めて。そうか、まあ前の動画でレギュラーになりましたもんね。そうですね。今日は何ですか。今日ははい、前回社長にドッキリをやられたんで、はい、あーはいはいはい、今回ははい社長にはい倍返した。ちょっと待ってください。あれを倍返した。あれ思い出しましたよ、前回の。あのまた見てねえのやつ。あ、ちょっと誰がしてあげたんですか。勘弁してくださいよ。マジ面白かったですね。え、今の人だけました、ちなみに。はい、今の人だけました。いや、マジで笑いましたよ、今のは。あ、本当ですか。はい、全然顔笑ってないです。どんな感じでバイバイするんですか。はい、まず、はい、前回ドッキリの時に社長に、はい、やめろって言われたじゃないですか。はいはいはい。で、逆にはい、やめますドッキリみたいな、おっって終わんないですかね。いや、一番やばいですよ。いや、終わりますかね。おそうか。ありがとうなって。いや、そうなったらもう本末転倒ですけど。いや、僕としては、はい、社長が、はい、あの、いや、ノクラちょっと待てよと、はい、あの、お前この前ドッキリでも言ったけど、はい、長い付き合いになると思ってたのに、はい、そんなこと言うってどうしたんだみたいな、止めてくるのかなと思ってるんで。止めるんすかね。止めるまではいかないかもしれないですけど、何かその話はしてくれるかなと思うんで、まあ、そういったリアルな社長の表情とかも、はい、今回のドッキリで見れると思いますので、はい、でも僕でも1年ぐらいいますけど、はい、おうですね。何ですか、そのおうって。そうか、頑張れよって。まあ、そうなんですか、はい、サルモンのワーズタイプですか。そうですね、でも多分すぐ携帯いじり始めますよ。それ今時の男子高校生です。そうなんですね、はい、そういったドッキリをやっていきたいと思います。わかりました。まあもうそれ多分社長帰ってくるんで、はい、社長帰ってきたら突撃しますか。そうですね、バイです。レッツゴー。お疲れ様です。お疲れ様です。そう、ちょっと報告がありまして、うん、あのちょっと言いづらいことなんですけど、うん、あのちょっと入社して間もないんですが、うん、ちょっと会社の方を、うん、退職しようと思います。ん？何？いや、あの会社の方を退職しようと思ってます。どういうこと？いや、入社して間もないんですが、うん、退職の方させていただけないかなと思いまして。辞めるってこと？そうです。どうしよう。いや、ちょっとねえ、はっきり言えよ。はい。ねえ、もう何、やる感じなかったか。いや、そうですね、まあ仕事やってて、うん、なかなかうまくいかないこともあるんで、自分の中で限界感じて。だけど、まあうまくいってるよ。仕事は取ってきとるし、目標は向かってとるし。でも、まあ、だって一軒飲みに行ったのはいつだ。宅飲みじゃないですよ。宅飲みしたのお父さん。サブやないか。そうっす。もう楽しいのバカみたいにしとったよ。いや、なんで、どうしたん。仕事はうまくいってないなって感じてたんで。仕事じゃないだろうか、なんかあるだろう。いや、先日動画のこともちょっと納得いかないところもあったりしたんで。動画で。はい。あの時のやつ。そうです。嘘つくのお前、なんかあるだろう。あんなも関係ねえ動画お前。いやいやいや、ちょっと心が傷つきました。嘘つくなお前、あんなもんね。何なんだ本当は。いや、ちょっと動画とかうまくいって、仕事うまくいってねえとか、お前動画とか、お前それだけじゃねえだろ、なんかあるだろ。でそんなお前ちょっと楽しく全然ああって言ってたよ、めぐげーって言ってたよ。いや、まあ、そうなんですよ。向こうか。ああ、ありがとうございます。お願いします。会社の方も退職しようと思ってます。で、もうその仕事がうまくいってねえとか、
あの動画なんか全然関係ねえやん、お前。ね。まあ、全然関係ねえやろ。あんなん別に、お前動画とかお前面白おかしく、お前出ていいんすかって言っとったやん。はい。認めてもらったってことっすかとか、なんかお前飲んどる時ずっと酔っ払って言っとったやん。はい。首ってことじゃないんですかって言って、言ってたよ。6ヶ月の約束だろ。はい。もともと。はい。なんで、お前、あと6ヶ月、あと4ヶ月か。はい。やりきらずに、なんでやめるんだ。いや、やっぱり、ちょっと、動画のことでも傷ついたし、社長、絶対そう。お前、それなんかあるだろう。別のことがあるだろう。動画傷ついたのって、お前、仕事うまくいってないから、絶対そう。お前、マジで、この間まで、お前、全然ノリノリに行ってたやんけ、お前。はい。いやでも自分の営業として入って入社してもっと結果残せるって思ってたのに関わらず思ってたんですけど全然残してないなって自分の中では全然納得できてないんで、ね、数字の結果とかも納得できてないところもあったりするんで、ちょっともうやめたいなって思ってます。まあ、絶対理由いいよ。理由言ったら教えていいよ。別に やめるのは別にお前自由だけど、はい、やめるのは別に構わんけど、はい、そんなもんお前はなんで辞めるかっていう前そんなお前隠して、お前昨日のその前までお前酒飲んであんな楽しそうにしとったのに、はい、そんなお前辞めるっておかしいやんけ。そうっすね。実は不動産会社の人からちょっと来てくれんかみたいな話がありま、あって辞めようと思ってます。どういうこと？不動産会社？はい。知り合いの？いや、知り合いではないんですけど。でも。いや、ちょっとよくわからないですけど。わからんってお前の話だろ、お前。はい。なんでお前の話お前わからんと思ったの？あ、そうそう。辞めるのは自由だけど、ちゃんとお前最後ぐらい自分でちゃんと行って帰っていけよ。やめていけよ。はい、不動産会社でも何でもいいんだけど、別に何分からんということ。いや、実を言うと、その、前回の動画を見とった会社の人から連絡が来まして、うん。なんか、来てくれんかみたいなこと言われまして。どういうこと ?YouTube を見て、知り合いの会社が？そうです。お前の知り合い？あ、知り合いではないです。知らないですけど。どういうこと？知り合いなの？知り合いじゃないの？知り合いじゃないです。お前の知り合いじゃない人がいきなり YouTube 見て、はい、どういうこと？意味が分かる。なんか来てくれんかみたいな。どういうこと？知り合いじゃないのに YouTube 見て。そうです。あ、全然知らん会社から。そうです。お前なんどうやって電話かけてきたの？会社に。いや、僕あ会社に電話かかってきたみたいで、ちょうど社長いないときに電話話させてもらって、うん、でちょうど来てくれんかみたいなこと言われたんで、うん、で行くのお前。そうですね、行きたいなって思ってます。いくら払うって。金額まあ800万円ぐらい別に払うよって言ってくれてます。800万。はい。年収。はい。そんなおかしいだろ、お前。お前調べたのか。いや、まだ何も調べてないです。そんなお前動画見てただけで800万とかおかしいだろ、お前。はい。そんなお前騙されてるぞ。はい。いや別にいいよ、お前がやめていくのはいいんだけど。はい。おかしいやろ、800万払うとか、お前。はい。動画 YouTube 見て、お前のこと好きになったろ、そんだけで。そんなおかしいでしょ。800万払ってどんな不動産屋かもお前違法なことやってるからもう分からんだろ。まあそうっすね。昔は入ってきてお前こうやってお客さん大事にする会社はいいって言って来たのに、結局また客騙すけど分からないような会社で年収だけ高くてお前行くの。じゃあおかしいじゃんお前のやってること、はい、俺に言ってもおかしいじゃん。はい。お前酒飲んでいいこと言っとるやん。はい。こうやってみんなと一緒に成長していきたいですとか言っとんのお前。はい。ね、キムさんがどうとか言ってああいう人になりたいですって言っとるよ。はい。でそれも言っとるのは年収だけでも会社の情報も知らんのにやめてくの。おかしいね、それお前言ってること。そうですね。じゃあいいけど別にやめるのは自由だけどお前は。はい。だけどお前その自分で言ってることと俺に言ってることとお前やってることは
違わん？そうっすね。やめておくと。バカにしろよしか感じんけどな。お前半年でお前こうやってやってみたいですって一生懸命やって、お前な、酒飲んで。はい。で、結果が出せません。だからやめます。はい。YouTube があれなんでショックでした。やめますって。はい。で、蓋開けはお前会社紹介、使うと来とるもんで、ね、やめますって、ね、結局。はい。お前ができやいよ。お前1年2年で辞めさせられてよ。はい。俺も別に採用したわけじゃない。お前も別にね、辞めるのも自由だし、6ヶ月でお前の一生懸命やるってわかるけど。はい。さ、こっちや、お前らってことは。はい。で、お前こうやって俺の、お前こんな中小企業みたいなさ、お前、上場企業でも働いて、東建とかでも働いて、はい。な、上場企業で働いておったのに。こんなお前塗り替えとしてこんなちっぽけな話に流れ着いたんじゃないの？お前そんなこと考えとるもんじゃないの？目の前の場合に飛びついてるもんそうなるんじゃないの、うん、バカなのアホなの？じゃあお前たわけだろうなそんなの。はい。だろ。で、はい、お前こっちに今嘘ついて帰ってやめますって言ってる。はい。こうやって掘り下げやお前不動産屋で800万もらえます？はい。じゃあいいけど、別に俺が本当に800万もらっていい会社だったらいいよ。はい。だけどそんなおかしいだろ、どう考えたって。こんなコロナの時期に800万。だって求人やりゃいいだけのことを。はい。もう YouTube に電話してきて、800万ってさ。明らかに人採用できんような会社じゃん。求人出せんような会社じゃん。はい。もう会社の情報も何も調べてない。調べてないです。会ってきたの、その人と。会ってないです。だったらお前おかしいやろ。お前ってバカなことやってるもんね。ちゃうか。もうお前こうやって流れ作るのか会社。はい。アホなのお前。いつやめるの。たわけよお前。先生。おかしいやんけ。はい。ということがお前めちゃくちゃやん。はい。もう酒飲んでみんなと一緒にやってこうって言って、はい。盛り上がってやっとった。はい。な？はい。どうしたんすか？どうしたんすか？怖い！怖いよ！何やばい。どうしたの？何なの？はい。すいません。すいません。いや、こいつ中途半端になんかさ、もうなんかヘラヘラしてましたもんね。なんかおかしいなと思って。すいません。デリベート。これ何説明しよう。社長にドッキリの倍返しっていう企画じゃないですか。倍返し。倍返し。もうやめろ、お前。やめろ。今日やめろ。違う、今度でやめろ。いや、勘弁してください。あ？スケベです。何を？何をやるの？もうお前には仕事ない。勘弁してくださいよ。なんだこれ、何？お前らドッキリとかも言ってないよね、俺。別に。全カメラが入ってきて、まあ俺も全てわかるけど。何よ、伊藤です。伊藤です。伊藤です。何これどんな企画や。やりますみたいな。いやそうですね。僕がこの間やめろって言ったのか俺。そうです。やめろって言われたんで。炎上して。そうです。やめましたドッキリをしようって。だけどお前って酒飲んどるよ次の日。いやまあ飲んでますけど。コメント欄あれ通んなーって普通に喋ってたよ。均衡を保とうかなと思って。コメント欄。そうそうそう。いやー、どれ嬉しかったんだよ、お前が辞めるって言った瞬間。なんでですか？なんでですか？お前、6ヶ月も給料払わんでよくなるわーって。よかった。早く6ヶ月来んかなーと思ったのにな。勘弁してくださいよ。もうお前と先付き合ってたけど、もう疲れるわ。いやいやいや。だから、これからもよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。何がよろしくじゃ嫌だ、無理。いやいやお願いします。わぁいざ、はい。いった。さあ、
で、コメント欄に、ん？暴力はいけない？何いけない？ザゲンだ。小林帝国や。小林帝国や。マジかな、これ。ちょっと炎上するから。いや、でも面白いと思います。は？面白いと思います。楽しくやってるな。はい。まあ、ちょっと CM だけ出ていい？こんなドッキリの企画なのに CM にってなんか書いてあったよな、社員を騙して CM するなんてひどいって書いて書いてなかったっけ、書いてありましたね。なんかの動画で書いてあったらなんか CM なんか出るな、 あれは書いてありましたけど、なんか怖い、さすがに怖い先輩の前では CM できないのかみたいな、あ、そう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 、あのケンちゃんの動画、そうそうそう、外国そのマッチングで、まあ本当そういう時代ですよ、まあ、これ彼は6ヶ月間飛び込みね営業やって、7月間も出てないんですよ、まあ3件4件そ, うだな、はい、それもまあお客さんも観光も出てきて喜ばしてるけど、俺は大変だと思うけど、本当にそういう仕事がもっとなんか生産的なこと、楽しいこと、はい、なんかそのまあスポーツのための筋トレだったらいいじゃん、はい、そうですね、なんかでも筋トレのための筋トレって好きじゃないんだよ、なんか、うん、勝つため目標のためのなんか筋トレとかそういうのが好きだと思うし、我慢もできるんだけど、はい、だから俺はそういう意味でいろんなビジネスでやればいいかなと思うんだけど、はい、まあ、それがまあ究極の昭和初期は飛び込み営業じゃん、そうです、で反響営業、追い込みチラシがホームページに変わっていって、今マッチングっていうのができてきて、マッチングまだ創世期、まだ3年5年の時代なんだ、はい、でこれって10年ぐらいは成長期だからさ、今はマッチングサイトっていうのは 20%30% とか当たり前みたいな業界で、お客さんも騙されたっていう業界だけど、これ本当にね、こうやって YouTube こうやっていい位置におるから全国1位らしいね、建設業では、そうです、うん、でそういう中で建設業のマッチング、まずは塗装からやるんだけど、これ防水、あ、防水、塗装防水だけど、まあ解体とかいろんなことができたら面白いなと思ってるし、はい、本当に 3%5% 人が解体しないようなマッチングサイトやったら、まあ、飛び込み営業なんかいないやん、そうですね、お客さんも安くていいものが手に入る時代になってくるから、はい、だからぜひ登録お願いしますね、皆さんお願いします。でも本当にちょっとこれ申し訳ないけど、今もう本当すごい勢いで1日20社とか登録してってるから、はい、申し訳ないけど、まあ、地域で固まっちゃったらちょっと本当にもう例えば、まあ、愛知県だったら50社、はい、もうちょっと人口が少ないところだったら30社とかも決めてっちゃうから、でちょっとそこよりはびいた子は第一次募集はオープンは、まあ、多分5月は頭になりますから、4月中ぐらいにも完成で、今日も打ち合わせだったの状況、はいはい、で、まあ、5月頭には、まあ、オープンして、まあ、その時の一次募集の、業者さんとしてはちょっと掲載が無理かもしれないけど、それで防水屋さん、塗装屋さんの登録ぜひお願いします、お願いします、まあ、ドッキリもほどほどに、はい、お願いします、わかりました、まあ、別に全然やめてもいいけど勘弁してください、あそこが面白いからいいんじゃない、行けよ普通に行けよ、勘弁してください、普通に行けよ、騙されるから、普通に行ってごらん普通に行ってごらん普通に行ってごらんシンプルに勘弁してください、多分さ、この動画上げても絶対ここが叩く、これこんだけひどいことやった時にコメント欄あれんじゃん、はい、でそれって関係があるんだよな、別に俺はもう本当にまあ、動画上ではこうやっててめえふざけやがってとか言うけど、まあ、楽しくやっとるし、はい、まあ、やっていい関係、はい、まあ、これが本当にふざけたことだったらちょっと許せんけどね、はいはい、まあ、動画内のあれはまあお互いにいいよっていう暗黙の了解じゃないけどな、はい、まあ、楽しくやっとると思うんで、そうですね、まあ、ぜひチャンネル、うん、チャンネル登録、いいね、高評価か、ぜひよろしくお願いしますお願いします、じゃあチャンネル登録、お前これでチャンネル登録何人増えるか、お前次第だぞ、僕はで頑張ってチャンネル登録と高評価な、はい、いっぱいつきゃ、はい、もう許しちゃうわ、はい、そしたらまあ公開ピンだあのノクラの鼓膜破ってみたなこれね動画撮影だもんね、あの別に、ね、傷害事件じゃないもんな、そうですね、動画ないのもん、ね、あれそうですね、企画じゃん、はい、だってスタントなんか怪我する時もあるわけじゃん、はいはい、スタントやん、はい、はい、洗脳してるみたいですね洗脳してる宗教のなんか勧誘とかでそれぐらいやな、話を勧誘張ってかんと、あ、そうそう、社長とお前の鼓膜破ってみたけど、あ、そうですね、面白いですね、俺一個ぐらい破れても全然大丈夫全然大丈夫、ついに忍びるなさすがっすね、YouTuber の話、そうです、まあ、ぜひまたよろしくお願いします、はい、お願いします、またね、いいですか、最後どうですか、また見てね、ああ、そうそうそう。何すか、その見た目ね。また見てね、また見てね、なお前。また見てね。また見てね。また見てね。最後ね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また見てね、やってよ。はい、わかりました、うん。チャンネル登録。いいって、俺に助けも。チャンネル登録、高評価、
よろしくお願いします。また見てね。